イーサン元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら、何があったのか知りたいんだ。ここだな。
なんだ、畜生。こいつ大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまりろの二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。当てれこはしない。こんなやつ認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り移して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーワゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ。最高だ。
待ってるか。よし行くぞ。ちょっとどいて。しまった。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに？資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。今度のシナリオは廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い、お決まりさ。この家はいつから廃墟だって？3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。ああ、なんだよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。病気になっちまう。けどまあ、いい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？ったく、何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の、聞いたか？アンドレ、どこ行った？アンドレ、どこにいるんだ？なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。先に行け。俺がはしごを降りるから、その絵を撮るんだ。だから、先に行け。マジかよ。
Mia. ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、イーサン。大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が。誰にも見られてない、あいつには。あいつ？他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る、早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。あ、確かこっちのはずよ。
ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。分かった。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ミア、そっちで会ってるのか。あの一家が食事を運んできたから覚えてるの。ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの、信じて。ミア、早く逃げないと。ここにいてくれ。いいな。出口を探してくる。ミア、
私に構うな。くたばれ。来るべきじゃなかったの。ここであなたも死ぬ。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って早く。
リーさん、安心して。大丈夫、私よ。傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。今どんな気分か教えてよ。私の仕事なんだ。この感情を抑える、終わらせる約束、全部一つ残らせもやってやる。よし、これで。
お前も家族だ。